お花紙の藤で吊るせて畳める藤棚を作ってみました。まずお花紙とセロテープで作った藤をたくさん用意します。今回は30用意しています。これは木製伸縮トレリスです。開くとこのような形になり、長さも調節することができます。この四角い穴の数が30あります。それに合わせて藤の花も30用意しました。これは園芸用のビニール帯です。これを藤のつるの代わりにして花を固定します。ビニール帯に花をつけるのにはホッチキスを使います。木製トレリスの木にビニール帯を少しゆとりを持たせながら巻きつけていきます。端は3回ぐらいぐるぐると巻きつけて留めます。反対側の端も少し長めに切ってぐるぐると巻きつけて留めておきます。長い棒も同じようにゆとりを持って巻きつけ、両端はくるくると巻きつけておきます。これを端まで繰り返していきます。全部巻きつけたら藤の葉っぱの部分を留めつけていきます。藤の花房の部分を穴の中に入れて、葉っぱでワイヤーを挟んだらホッチキスで留めます。藤の花房を枠の中へ入れます。葉っぱをワイヤーに通して、ワイヤーを挟んだらホッチキスで留めます。これをマスの数だけ繰り返します。手が届きにくくなったらトレリスの向きを変えてつけます。全部つけ終わるとこんな感じになります。好きな長さに伸ばすことができ、折りたたんで持ち運びができます。これで藤色のお花紙250枚ほど使っています。天井から吊るすときには落ちないようにしっかりと固定してください。玄関ロビーや廊下などもっと広い場所に飾る場合は、緑色の園芸用ネットを使うといいでしょう。ネットに直接花を留めていくと手間も省けます。より軽くなり、落ちてきても怪我をする心配もありません。天井いっぱいの藤棚で季節を飾ってみてください。